娘が海を見て癒されたいというので能登半島の旅に行ってきました。まずはランチから。家から車で1時間くらい走って着いたのはこちら渚ガーデンさんです。こちらは店内でも飲食できますが、今日はこんなにいい天気なので外で海を見ながらランチしたいと思います。イエーイ。料理を運ぶのは自分でになりますが、この目の前海のこの素敵な場所で食べることができるんです。やっぱ映え写真撮らないとダメでしょう。構えはバッチリ。お刺身定食、なんとお頭付きです。これ一人前。そしてこのロケーション、ブラボー。旬の魚フライもめっちゃ肉厚でした。チャプチャプ波の音と風を感じながら本日のランチタイムです。いただきます。能登半島巡りの旅、次へ続きます。